静かなる男は1952年に公開されたアメリカ映画監督ジョン・フォード、主演ジョン・ウェインのコンビによる名作人情喜劇。アメリカを離れて自分のルーツであるアイルランドに移り住む主人公ショーン・ソーントンにはアイルランド移民の子であるジョン・フォード自身の教習が込められている。ビクター・ヤングの音楽とロケーションによる史上豊かなアイルランドの大自然も、 見どころである。撮影は、アイルランド西部、ゴールウェイ県と名誉県の境にあり、コリブコやアッシュフォード城も近くにあるコングの村で行われた。アカデミー賞には7部門でノミネートし、内監督賞、カラー撮影賞の2部門を受賞した。作品賞でも、本命、マヒルの血統に次ぐ、対抗作とみなされたが、有力2作の感激を縫う形で、 地上最大の賞が受賞する結果になった。アイルランド系アメリカ人の青年ショーンは、生まれ故郷であり幼少期を過ごしたアイルランドの小さな村、イニスフリーを訪ね、今日構える。最初は、奇妙がられていたものの、誠実でたくましく気のいい青年は、たちまち町まちの,の人々の人気者となる。ショーンはやがて隣のダナハー家の勝ち気な村娘、メアリー・ケイトと恋仲になる。 しかし粗暴でひねくれ者の兄、レッドウィルはショーンを気に入らず、二人が結婚した後も持参金を持たせなかった。それはアイルランドの風習では恥に値することであったが、アメリカ育ちのショーンには理解できない。メアリー・ケイトに背中を押され、とにかくも説得を試みようとするショーンを、レッドウィルは挑発し、決闘を持ちかける。しかしショーンは拒絶する。ショーンはかつて、 アメリカでプロボクサーをしていた頃、試合で相手を殴り殺してしまったことがあり、二度と金のために暴力は振るわないと誓っていたのだ。しかしそれは、やはりアイルランドの気質からは、外れたものであり、愛しながらも夫の臆病さを恥じたメアリー・ケイトは、とうとう心境を出ていってしまう。これ以上彼女に恥をかかせるが、という友人らの忠告に、 いよいよ覚悟を決めたショーンは、メアリー・ケイトを力ずくで連れ戻し、レッドウィルと決闘する。街中の人々が取り囲み、やんやと騒ぎ立てる中で、男二人の激しい殴り合いが続く。その晩、拳で理解し合った二人は、肩を組んで、メアリー・ケイトの待つ新居へ戻り、黒ビールで乾杯するのであった。 キネマジュンポベスト1085回前九1924から2 0十1 1 0 5ページ静かなる男 HD レストア版スターチャンネル2017年8月1日閲覧ありがとうございます